君と社長の推しいます、この中でギャル。ああ、確かに。よく告白対決するんですよ。女の子が知恵たしのめて、男の子が女の子選ぶんですよ。彼女にしたいか、ワンチャンしたいかで選ぶんですけど、エッグ結構これコーラなんですけど、これなんかぜひやってもらおうかなと思って。いいですか、じゃあ。もちろんです。いい感じに並びますね。はい、いい感じに。で、差し伸べられて、ワンチャンと恋人にしたいか。2回選べるんで、1回ずつ、じゃあ選びます。じゃあ最初、恋人からで。恋人から。ちょっとアピール、一言ずつアピール。いきます。毎日、あったかいご飯作ります。おー！なるほど。いいよね。じゃあいきます。どんな社長も受け止めます。おー！すごい、オールだ。いきます。はい。社長、うちしかいなくない？まっすぐです。一緒に青色になっちゃいましょう。青春ってことかな。まあじゃあ恋人いきます。この方です。決め手の方だけ。そうですね。自己紹介が一番面白かったのが大事だなと思って。っていうのと、僕自由奔放なんで受け入れてもらわないと困ります。受け入れます。はい。受け入れられるのはすごい大事です。ありがとうございます。次にワンチャンですね。じゃあうちからいくよ。皆さん YouTube やってると思うんで、そこら辺のワードを考えながら。はい。飽きないように毎日コスプレたくさんしちゃいます。決まった？マジかよ。でもやっぱそこは自信家の私が。はい。社長、うちしかいなくない？おお。同じパターン。次私、経験が浅いんで教えてください。合わせられるの？お風呂にする？真昼にする？ああ。すごい。それではじゃあワンちゃんの子選んでもいいですか？はい。この子です。あんまり。決めてだけさせ。一番可愛いです。はい。これあんまり選ばれないんですよね。そうなんです。いつも進行しちゃうと選ばれないっていう現象起きるんですけど、今回選ばれたんでセンスやっぱいいね。ありがとうございます。あとちなみに僕コスプレの趣味もないし、教えるっていうよりかは経験豊富な方が嬉しいのと、あとお風呂は僕あんま入んないんで、はい。シャワーでシャサササーの人なんで、はい。だし一番可愛いです。はい、ありがとうございます。じゃあ次、まるくん。はい、じゃあ恋人。はい、一緒に○○しましょう。強いね。シンプルに大好きです。ありがとうございます。響くね。いきます。はい、まるくん、絶対にいい女。まるくん、毎日愛伝えちゃう。ああ、最後。決め手の方はこれ逆に推し違う中でどこまでやってくれるのかなっていうのがありましたね。あと名前の有効活用、素敵でした。完璧です。すごい。なるほど。じゃあ次、続いてワンちゃんですね。逆回りでいきます。逆回り全身リップシンクしちゃいます。あ、やばい。あ、聞いてる。だいぶ聞いてるよ。これだいぶ食らってるぞ。まるくん、よく見て。唇めっちゃ綺麗だと思わない？お願いします。はい。私、この中で一番いいケツしてると思います。ナイス。ダンサーなんで上なら任せてください。聞いてんな。じゃあいきます。あ、じゃあ喧嘩しますよ。あ、じゃあお互いに今日4人で。カップル成立する。カップル成立です。いやでも嬉しい。ありがとうございます。チャンネル登録してね。